ンチュアシュです。今回もポケモンダイヤモンドやっていこうかなと思います。で、先ねちょっとだけ見てきたね。なんでここにいるおじさんとかトレーナーだったんだけど、この人たちはやっつけといたね。さあ進んできます。あ、でこの建物入ってなかったんだよね。ここなんだろう、休憩ポイントかなと思って。うわ、ピカチュウめっちゃいる。ピカチュウ、このおじさんピカチュウ本体かな。ちょっと話しかけてみるわ。ピカチュウだらけでポケモンチャンピオンを目指すぞ。うわ、このおじさんダメだわ。好きなものだけ入れちゃうタイプね。朝ロッテリア、昼マック、夜モスバーガーみたいな。それじゃダメなんだよおじさん。ポケモンはバランスよく入れないと。分かってないな、この年になって。推定年齢55歳だね。国語の先生と同じぐらい。国語の先生とおじさん多いよね。君は夢を見たのだ。え、何の夢？でっかい鉄砲を釣り上げたトレーナーさんが俺のところに来る。ものすごい楽しい夢。え、マサル、マサルタウンのマサルじゃないよ。マサ夢にしてみる。辻さん持ってたっけな。これね、3ヶ月ぶりぐらいにあるからね。あ、いい釣り竿ある。いい釣り竿の、あ、ボロ釣りしかないな。すごいいい釣り竿確かあるんだよね。ちょ、一回釣ってみようか。一回で鉄砲を釣れたらいけます。お、来た。このおじさんに威嚇するね。動物の森で釣りの腕は私だいぶ鍛えられてるからね。おおほほほほ、これだよね。釣ってってあげようか。うわ、優しい私。マサ夢にしてあげてる。勝ってるね。あ、サトシのマサルタウンってそっから来てんのかもね。うわ、ボールね。まあスターボール使っちゃおう。いきます。これ使って、オッケー、いいね。もう実は私ね、前回動画でディアルが捕まえてんだよね。なんでヒードランとかいたっけ、このダイヤモンドパール。いたかもしれないけど、まあストーリー上一番ディアルガが、まあ、強いんで、まあそれ捕まえてるんで、まあ鉄砲にこれ使っても問題ないでしょ。お、すごい足跡な。うわ、ちょ、パソコンから取ってくるわ。あ、待って、ここにパソコンあるかな。これなんか起きるよね絶対。ないわパソコン。いや待って、これ今ね、私パソコン取りに行こうかなと思ってたんだけど、もうこっちの方が近いわ。右、このおじさんから戦ってないんだよね。あ、どうも。さあここ初戦だね。こ、今日の動画、痩せっぽっちでは頼りない、でも重すぎると胸が沈む。あ、胸が沈むか。ごいごい、じゃ、いや君重すぎる方だよ多分。難しい職業だよ船乗りってのは。やつ、そんな難しくないんじゃない、その体重的な問題で。いや、しかもどっちかっていうと太ってるタイプだよ。朝ロッテリア、昼マック、夜モスバーガータイプだよ。いや弱いね。牝馬さんね、道中の敵は、でもレベル高いわ。さあ来た、猛暑日、もう猛暑日の季節終わっちゃったね。お、来た、これ勝てば46じゃん。牝馬にはマッハパンツでいけんじゃないかな。牝馬弱そうだもんね。多分この人が最終門番だと思う。で、ここ越えるとあれだと思う、ジム。いや、いいね46レベル上がりも。なんか覚えんじゃない、これ大文字とか覚えんのかな、猛暑日。さ あ見ます、私のチームメイトたち。久しぶりだね。猛暑日、不潔丸、希望、母乳、あ、ディアルか。いや、まあここは希望出しとくか。希望出しときます。なんか名前に文句ある人、まあ昔の私の動画にも言ってください。これ、これこの動画始めたの3年前だから、確か2017。これ毎回動画出てきて2017年だから、名前に文句ある人はもう2017年の私に文句言ってください。さあ雷の出っ歯で、いやこいつ確か地面持ちだったな。メザパ、メザパってなんか上級者使わない、覚えてるわ。やばい、あ、でも全然効かないじゃん。さあ OK、 倒したね。やっぱりダイヤモンドパールで私のイメージキャラクター何かっていうと、ガブリアスなんだよね。ガブリアスって何レベルで進化するんですか。さっき不潔、あ、深丸、あのガブリアスの進化前深丸なんだけど、不潔丸ね名前、なんか汚かったんだよね。深丸、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 不潔丸。雷牙、これどう、効くよね。 OK、 格闘かな。なんか色的に地面持ってそうな色だったけど、いや落とせないかな。いや、いいね、激アツ。さあ勝った。うわ、来たね、ようやく。うわ、あ、さっきのピカチュウの人じゃん、この人。双子だ、どうも。渚さんのジムリーダーが最近手強い。挑戦者がいなくて退屈している。あ、渚のここじゃない？渚シティで一言で言うなら電気バリバリ。あるいは二言言っちゃってる。ここじゃない？挑戦者いないんで、それぐらい強いんだね。お、誰君？私、リスペクトしてアフロにしてんじゃん。お、ポケモントレーナー。ボールの中のポケモン強そうなのが伝わってくるぜ。おっと、自己紹介、俺の名前はオーバー、ポケモンリーグの四天王さん。そう、私なんとなく分かってた、この人
四天王にいただって思ってた。なんでこんな用？そうだ、君ならできるかも。なに、この町のジムリーダーだけどさ、久しく手強い挑戦者が来ないからってポケモンジムの改造ばかり、挙句に停電だからな。ったく世話がいけるぜ。君、熱いポケモン勝負であいつのハートをガンガンに燃やしてくれよ。頼むぜ。あ、え、どういうこと？なんかジム生行く前にこんなになんかアドバイスもらったの初めてなんだよ。ここはナギザスティ、太陽がテラス。なんかすごい暗いね。夜動画撮ってるかかな。ここは港町、そしてポケモンリーグへの玄関ね。確かにここ撮って8個目だからね。これ2階っていうか、このあるんだよね、なんか歩道橋の進化バージョンみたいな。あ、これかな。ここのジムリーダーは電気を使いすぎだ。たく、町のことも考えて。うわ、すげえ、めっちゃ、うわ、陰口られてんじゃん。シルベの灯台、新王テラシンボル。ここ入ってみよう。おお、あ、今日ね、ツイッターのトレンド1位であったの、タイトル何か知ってます？1位ダイヤモンドパール14周年。あ、こいつじゃない？ポケモンジムのトレーナー、ポケモントレーナー渚ジムへの挑戦者か。決めた。君が弱ければ俺はポケモンリーグで戦わせてもらうとしよう。ポケモンジムの改造は私、何よりポケモントレーナーとしびれる勝負を望むからね。新王地方最強のジムリーダーとしての実力存分に振るわせてもらうよ。あ、みんなやっぱジムリーダーは四天王に憧れてんのかな。なんか今、うわ、なんだイチャついて。双眼鏡から見える景色、俺大好きなんだよな。へえ、いつかポケモンと一緒に見てやるんだ。へえ、見てみよう。お、見れんの？お、すげえ。すごい、こんなのあったんだっけ。うわ、見えるんだ。やっぱね、ダイヤモンドといえばこれだよね。このバッチフキフキだよね。いくよ。きた、マックス状態。これドレミファソラシドになってんだよね。なんかすごい音楽性能高い人の方なら弾けんだろうね、なんかこれで。いや、私全然わかんないから弾けないんだけど。さあ、ジム戦行ってくるか。いや、ジム戦行く前に街ちょっと探索しようか。あ、そういえばポケモン今日14周年でダイヤモンドパール発売して、うわーと思って、すごいよね。なんか15周年って綺麗から、15周年なんかあるかもね。あの岩、本当はポケモンなんじゃないの？え、どの岩？あ、これ、おー、カビゴンかゴンベかな。この人の前の岩のこと言ってんだよね。面白いね、14年ぶりにポケモンやると。お、シューは雷の石を見つけた。雷の石の私使う。あ、でロッククライミング覚えてんだよね、都合よく猛暑日が。雷の石ね、なんかピカチュウを雷中ぐらいですか、今パッと出てこない。あとイーブイをサンダースかな。お、何やってんだよ君は。君が持っている光り輝くマプシー、それは紛れもなくポケッチ。ポケッチいいよね。僕もポケッチカンパニーの OK をもらってポケモンのアプリを作って。もうアプリの時代なんだね、早いね。 iOS、 君ポケモントレーナーならいろんな性格のポケモンを持っているだろう、ぜひ見せてくれよ。あ、今は真面目な性格のポケモンを見てみたい気持ちだな。うわ、僕ですよ、真面目な性格、僕自身ですよ。あ、いないんだ、いないと見せれないんだ。私思い出したわ、鉄砲をあの人に見せに行くんだった、私釣ってきた。ちょ、鉄砲をあの人に見せてくるわ。さあ、見に来てよ、鉄砲を。ほら見て、さっき捕まえてきたのを持ってきたんで、これでなんかイベント発生するんじゃない。なんかまさ夢って言ってたもんね。行きます。夢を見たのだ、でっかい鉄砲を釣り上げたトレーナーさんが俺のところに来る夢を。うわ、まさに夢だ、まさ夢だ。一体どれだけ大きい鉄砲。お、身長、身長測るんだ。え、マスターボールまで使ってんだからめっちゃでかく、まあ、平均が分かんない、どれぐらい。お、70、綺麗いいね。これどうなの、大きいの。夢よりあんたの方がすげえ気がする。お、これもらってくれよ。何、あ、ネット、マスターボール使ってネットボール帰ってきた。ああ、楽しかった。私あんま楽しくないけど、今夜はもっと大きな鉄砲の夢を見そうだ。それなら傷薬、ただの介護官じゃん。わ、いや、ちょ、ジム生行ってくるわ。みんなこのばあちゃんの話面白いね。そういえば昔赤木という子供がいたような。赤木ってここで生まれたのかな。赤木っていうのはこのゲーム銀河団なんだよね、ダイヤモンドパールで。銀河団のボスが赤木だね。生まれ故郷なのかな。誰とも付き合わず、機械とばかりたらむれてばかり。でもとても勉強ができたからね。どんな風に育ったのかね。機械とばっかり遊んでたんだね。パソコンの前で一人で喋ってたかな。ワンチャン実況者だったかもね、赤木ゲームズって。こんにちは、赤木です。さあ、来た。お、君か、あいつ帰ってきたぜ。なんだか少し嬉しそうだったな。もしかしたら見ただけで君の実力を見抜いてワクワクしてるのかもな。そして頼むぞ、あいつのハートに火をつけるほどの熱い勝負をな。お、さあ、大場さんでしたっけ。ね、私あれ進化させたんだよね、ふけつまる。でも多分30代じゃないよね、40代、40代で大人の魅力が出たはずなんで、早く進化してほしいな。うわ、
なんかすげえ簡単に感じるわこれ。これでいいもんね。うわもうてかこれしかさ、うわこれバトルか。どうしよう。いや不潔丸一回出しとこうか。ちょ動画でデビュー戦だね。いや昔出したかもしれないけど、多分最初の敵だからそんな強くないんじゃない。あなたジムリーダーのところにたどり着ける。大丈夫大丈夫ですよ。うわこんな子に私大丈夫舐められてんの。塾帰りのユリエ、うわ舐められたもんだね私も。ユリエのパチリス、うわただ強い。いける不潔丸。やっぱドラゴンクローだよね。切り裂くって確か急所に当たりやすいんだっけ。さあ行きます。パチリスの急所ってどこなんだろうね。目ん玉とか、うわ硬いわ。怒りの前歯。いや早かったからな不潔丸には。いやこれあと1回でも足は速いね不潔丸。負けてるけど学習装置も出してるからね。一応出番なくても。うわ来た天使のキス。これどうなる。うわ混乱か。うわどうしよう。ただここ乗り越えたらいけるよね。頼むマジ頼む。きたいやこれ多分いけると思う。ギリギリ3分の1ずつ。うわ強すぎぶっ壊れ。いやでもちょっとまだ早いね不潔丸。いやでも経験値マジうまいわ。ガブリアスになってからだね。さあ皆さんボス戦まで来たね。さて挑戦者か。たまに俺と戦えるトレーナーがいるけれど、みんなつまらないというか手応えがないんだよな。俺がジムリーダーのデンジ、新王で一番のジムリーダーと言われるが、まあいいや。俺にポケモン勝負の楽しさを思い出させてくれるトレーナーであってくれ。来た。ずいぶんうぬぼれてるで。いや私が君を倒してやるよ。うわ私と同じ金髪ヘアだね、あのミーノで。さあジムリーダーのデンジが勝負。ライチュウね。ライチュウってあれなんでしたっけ。触れると、うわうわレベル高っ。猛暑日と互角じゃ。あ1レベル上がったんだ。見て結構使える技がもうないんだよね。インファイトでまず落としに行くわ。いやいけるかな。ライチュウ、いやギリギリ落とせなさそう。オッケーオッケー。うわ待ってこれマヒル。オッケーそれならいい。変わらわり早口言葉。変わらわり変わらわり変わらわり全然いけるわ。耐えるよね。いや待ってこれジムリーダー戦って考えると、マッハパンツで落とそうと思ったんで、回復の薬薬ミツル使ってくんで一回グルマ使うわ。グルマで半分いけばマジで熱い。いやガブリアスになればな。今30レベルかね。レベルだねガブリアスじゃなくて不潔丸。半分いく。オッケー。おおそうだよね、それ恐れてた。いやパンツマッハパンチいくわ。え？ああ、おいすげえ、そんな入れ替えるんだっけ？オクタンね、オクタン。すごいね、電気タイプなのに相反フリズル、水を入れてる。これ私入れ替えようか。希望出しとくわ、希望。希望で、オクタン多分水系の技じゃないかな。水系ならね、こいつなら全然いけちゃうからね。いや、種間は全然いいよ。オッケー、今回今一つだもんね。今回今一つで、これ何回だっけ、最高5回だった気がすんな。いや、しかも希望が一番私のプロテインの中でレベルが高いからね。で、ここで、雷の牙で落とそう。さあ、倒しいの、次何出してくっかな。全員電気とは限んないんだね。レントラ、うわ。レントラ対決行く。レントラ、でもあれじゃない、私。うわ超、いやこれはあれ出るね、トレーナーの技量が出るね。神クダックどう。お悪くない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 。いやどうしよう、これ私麻痺をかけないでいくわ。ゴリ押しの衆でいく。麻痺って確率何パーセントなんだよ。確率あるんだよね。ちゃうわけけけけけ。なるほど、いやいけるいける。雷の牙か。どれぐらいでも電気技だからそんなダメージ取んねんじゃないかな。いやだよね、俺時のこのなんだっけ、神砕く戦法がいい感じ。あで次で落とせるの、なんか初戦のガブリアス戦みたいな感じだね。やばい、オッケー。ちょうどミツル、うーわ薬ミツル使われないと思ったんだけどな。ここは火力調整しようか。ここで雷の牙使います。まあ、チャージビームわかんないけど電気技でしょ、全然オッケーよ。雷の牙で体力調整します。
特攻で薬ギリギリ使われないライン、いやいいんじゃないかな。でここで噛み砕く使おう。いやチャージビームは全然 OK よ。でも特攻はこれって特攻なんですよね。だからさっきよりダメージでかいかな、もしかして。いやいける、頼む。いやまだあと1回ある、マジ頼む。ここで希望やられるとマジ。よし、私の方先手取った後、待って、くっそー覚えてたのか。ちょっと様子見のアー出すわ。あと少しだ、頑張れ。煽りにしか聞こえない。これディアルガで落とせるかな。不潔丸か猛暑日か母乳か。いやくっ、いや待って、私薬あったっけ。私も使うわ、母乳出しといて。いやいい、攻撃力下げるの激アツだと思う。で麻痺直しかあったっけ、回復。あれ状態回復か、こっちか。うわ1個だけある、麻痺直し。これで猛暑日を直します。さあで、さすがにきついよね。いやしょうがない、多分これ耐えれないと思う。待って、これ猛暑日とベントラってどっち足速いかな。いや火炎車で落とせんじゃないかな。マッハパンチだと多分落とせない気がする。猛暑日使います。いやマッハパンチは多分落とせない。なんで車使おう、車。よし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 、先手取ったの、熱い。いけるよね。危ねえ、今ちょっと賭けだった、先手取れなかったらやばかった。レントラーも足速そうだもんね。さあ猛暑日だいぶ経験値ありました、あと1体いたはず。雷中あと2体か。これあれじゃん、最初のライン忘れてた。これ火炎車で落ちてるよね。そうこいつ入れ替えたんだね、忘れてた。あと1体だなと思って、なんで2体のかなと思ったら俺落とせるよね、これは。オッケー、実質あと1体だ。なんだろう、これに全てかかってる。エテボース、エテボースインファイトで落とせんじゃない。ノーマルタイプだよねこいつ確か。同じレベルだ、こいつが俺の切り札だ。サトシのエイパムって進化してたっけ。マジ頼む、マジ頼む。よし急所厚すぎ、マジギリギリは強いね。さすがなんだっけ、最高級のチャンピオンだっけ。危ねえ、今急所じゃなかったら生きてたのかな。ジムリーダーの電池投手を参ったな、君のなんとかを期待すべて続行するべきだ。おい、私勝利してる。久しぶりに楽しいポケモン勝負だった。お、よかった、正気に戻ったんだね。そしてこれが君が、ポケモンが君がどんな戦い方をするのか楽しみでたまらない。さあ、8つ目のバッジを受け取ってくれ。シューは電池からビーコンバッジをもらった。危ねえ、あれ急所しなかったら。あ、滝登り使えるようになったって。どんなポケモンでも素直に君の言うことを聞いてくれるようになるけど、あとこれも使ってくれる。なんだろう、チャージショットかな。そのまま、チャージビームね。攻撃が命中するとポケモンの特殊攻撃が高まる、すごい技さ。おい、でもすごいよね。よっしゃ終わるかな、多分次回ぐらいこの不潔丸回来るだろうね。いやこれね、学習装置持たせない方がやっぱ経験値多くもらえるじゃないですか。だから出したいんだけど、トップバッターで出したいんだけど、まだ勝てないんだよね。そう、中途半端なんだよ。戦闘で出しちゃうと勝てないし、でやっぱりサブで経験値もらう。ただサブで経験値もらうと、その経験値がもらえる量少なくなるっていう、この矛盾だよね。ちょっと今回、前回の動画、次回の動画撮る前にちょっとだけレベル上げとこうかな。進化する1個か、何レベルで進化するか調べといて、多分45、6なんじゃないかな。よし、終わるか、バイバイ。